はい、ご予約のご主人様でしょうか。はい、そうです。お待ちしておりました。ではこちらお靴脱いでいただいてスリッパに履き替えください。はい、ありがとうございます。ではこちらにお書きください。はい、本日のコースはお決まりでしたでしょうか。はい、そうです。90分コースです。はい、90分コースでかしこまりました。ではお部屋にご案内いたしますので、こちらにお越しください。はい、お願いします。はい、どうぞ。それではこちらのブースでお願いいたします。カーペットの前でスリッパを脱いでいただいて、はい、はい、こちらにおかけください。じゃあ、こちら足湯に使っていただきます。はい、足湯ちょっと熱いかもしれないのでゆっくりどうぞ。これ、全然大丈夫です。あ、大丈夫です、よかった。はい、じゃあ本日120分担当させていただきますリクと申します。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、なんてお呼びすればいいですか。あ、アサミです。アサミさん。はい、アサミさん。そうです、わかりました。あ、じゃあアサミさんって呼んじゃいます。はい、アサミさんは名古屋に来るの初めてですか。はい、そうです。普段から県外って行かれること多いんですか。あ、普段は、はい、たまに。たまに。リクさんは。リクはオタク活動しに行くときに東京に行きます。オタク好きですか。オタク好きです。あ、なるほど。でもにわかオタクレベルなので、アイドルさんとか追いかけ行きます。あ、何のアイドル好きですか。あ、ね、メジャーではないんですけ ど、 あ、なるほど。アイカツっていうアニメのお歌を歌ってるお姉さんとかが好きです。あ、なるほど。さて、あ、じゃあそれは多分、はい、秋葉原の方ですか。そうです、なるほど。秋葉のなんでしょう。じゃあ、足、片足ずつどうぞ乗せてください。はい、よいしょ。私の足ちょっと大きいかもしれない。めっちゃ大きいです。はい、どうぞどうぞ。はい、じゃあですね、サミさんはこちらを向いて座っていただきたいんですけど、はい、足裏がここに来るぐらいに、はい、足を伸ばして座ってください。はい、わかりました。はい、いただいて。めっちゃでかそうです。すごい、何センチですか。身長ですか。184くらい。あ、身長が大きいから足も大きいのか。そうです。すごい。そもそも、お父さんは足、でかいですので。遺伝すごい。はい、あ、じゃあここまで足裏来ていただいて、はい、はい、もうちょっとこっちおいで。そうです、ありがとうございます。はい、体勢は座ってても寝そべってても楽な姿勢で大丈夫です。はい、わかりました。はい、じゃあ始めます。足のサイズは何センチになるんですか。29センチ。はい、お靴探すの大変じゃないですか。確かに、はい、大変ですね。多分欧米のブランドの靴しか似合わないかもしれない。日本で言えば、革靴とか、似合うのやつはあるかもしれない。めっちゃでかい。あ、力加減大丈夫ですか。はい、大丈夫です。もうちょっと力強くしてくださいとかあれば全然してください。これちょうどいいと思う。ちょうどいいですか、わかりました。はい、あさみさんは普段マッサージ屋さんはよく受けられるんですか。普段は、たまに行きます。耳かき屋はよく行くですので。耳かき屋さんいいな。はい、耳かき屋さんもマッサージとかあるのです。あ、そうなん。はい、アイメイドも耳のオプションはありますけど。あ、ここにあるのか。そうです、そうです。なるほど。キャン
本の120分のコースの中にも耳かき耳つぼのオプション含まれておりますので、あ、今日は耳かきだ、ね、いい、大丈夫です、しない、あ、しない、え、いつから耳かきとかにハマったんですか？あ、からあ、多分1年前に、はい、あの、東京の秋葉原の方で、いろんな耳かき屋さんがあるらしいんだけど、はいはいはい、結構じゃあ秋葉とかで行かれる感じですか？はい、そうです。もう昔は職場の途中です。え、道の途中にある。はい。いいな。お仕事前、あ、前はやってないか。お仕事帰りとかに寄ったりですか？はい、そうかもしれない。いいな。初めてお店、耳かき屋さんに入るときは緊張しなかったですか？あ、はい。初めて、はい、確かに緊張。名古屋にも昔、浴衣を着たお姉さんが、耳かきとかしてくれるお店ありましたよ。あ、そうなんだ。今は？今はだいぶ減っちゃったみたいで、昔は惜しいね。そうあったんです。今でも大須に1軒くらい確かありましたよ。耳かき専門店。1店舗くらい。1店舗だけ？リクが知ってるのはそこしかないんですけど。なるほど。あとはメイドさんのお屋敷に、耳かき、耳つぼできるとこがあったりします。あ、はい。でも耳かき人にされると眠くなりませんか？はい、確かに。リクは耳かき専門店は行ったことないんですけど。あ、行ったことないですか？そう、緊張しちゃって。膝枕してもらえるじゃないですか。はい、膝枕、いい、気持ちいいね。そうなんだ。こうやってどれぐらいの時間されるんですか？一般的に90分くらい、60分くらいもあります。60分ずっと耳？あ、いえ、マッサージを含めて。はいはい、そういうことか。はい、あ、そうでしょうね。60分耳掃除してたら血が出ちゃいます。そうなるほど。有名な書店街があるらしいんです。うんうんうん、そうですそうです。なるほど。東京でいう秋葉ほど大きくないんですけど、秋葉みたいなあの、はい、電気屋さんとか、はい、あと食べ歩きできたりする街って感じです。はい、いいね。そう。後で行きみたいです。うん、あ、ぜひぜひ。はい。結構食べ歩きとかできますか？あ、たまにできます。おお、何を食べます？あ、いろいろ雑食なんだから。雑食、うんうんうん、はい、名古屋の観光地も、あ、はい、あ、名古屋の観光地をおすすめるところどこですか？おすすめ、名古屋、名古屋、陸、生まれも育ちも名古屋ですけど。あ、いいね。そう、でも全然名古屋遊べるとこ思いつかなくて。ただやっぱ大須ですかね。はい。あ、今日昨日は私あの Google マップで、チラリ見てると、はいはい、あの科学館とか。あ、はいはい、科学館は確かに。あとはトヨタ技術センター、ちょっと気になる。お、行きみたいです。トヨタ技術センターは車のやつですか？はい、多分トヨタの発祥地はここですか？トヨタの発祥地、トヨタの ここらしいです。あ、そうなんだ。はい、知らんかった。でもこの辺だと確かに科学館はギネスに載ったプラネタリウムがありますよ。ああ、いいね。大きいプラネタリウムなんですけど、人によってはめっちゃ寝ちゃいます。
眠くなっちゃうみたいで。それは夜しか見ないですか？お昼にやってますね。なるほど。こういう屋根が丸くてライトピカーってして星を紹介してくれます。あとはやっぱ名古屋城とか。あ、名古屋城は昨日行ってきました。そうなんですか。はい。名古屋城って中に入れるんですか？あ、その時間は入れない。あ、入れない時間とか。ちょっと遅い時間にいたんですか？はい。なるほど。その近くに金シャチ横丁っていう古い町並みがあるって聞いたんですけど、見つけました？はい。お、そこももうお店やってなかったですか？金シャチ横丁っていう商店街まで行かないけど、名古屋飯とか何か食べました？昨日はひつまぶしを。ひつまぶし。はい。お口に合いました？はい、美味しいです。おお、よかった。はい。そう、くすぐったい？はい、ちょっとだけ。ちょっと弱めって。弱めにします。はい。ここでもポリポリしてたな。名古屋にしかないかは分かんないんですけど。はい。名古屋は和風コメダもこの近くにありますよ。ちょうどここから大須に行く真ん中の境にあります。なるほど。 あとは行ってみたい。ぜひぜひ。和風コメダは結構抹茶系のスイーツとかほうじ茶ラテとか、あとあれです、七輪ってわかりますかね？七輪、網焼きみたいなので自分でお餅が焼けます。あ、そんなことあるのか。そうです、はい、みたらし団子とか大福とかを自分でこうやって焼いて食べれるんです。ああ、ぜひぜひおすすめですよ。新鮮ですね。そうです、そうです。なかなか自分で焼くことないじゃないですか。はい。なのでちょっとワクワクする。そうです。名古屋おすすめの食べ物。昨日は、ネットで調べたところ、はいはい、ある味噌とんかつ、はいはい、味噌みたいなか、ものある。ヤバトンとかですかね。そうかもしれない。名古屋の味噌かつ屋さんといえばヤバトンが有名なんでしょ。ヤバトン、はい。豚さんの赤いふんどし巻いた豚さんがこうやってポーズしてるイラストがなんか有名なんですけど。ああ、なるほど。でも陸名古屋人だけどヤバトンは行ったことないんです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あさみさんは地元は生まれとかはどこになるんですか？あ、日本ではない。おお。あ、当ててみようか。外国でしょ。はい。なんだろう。近いですか日本に。はい、アジア。アジア系。あ、じゃあ韓国、中国。はい、中国。あ、中国。中国の名物は何ですか？あ、地域によって多いですので。あ、そうか、地域によるのか。広いですもんね。はい。あ、そうか、じゃあ名物行ったら地元がバレちゃいますね。あ、はい。リクは、リク好きですか？好きな食べ物は、リク食べることは好きですけど、お菓子ばっかり食べちゃいます。あ、和菓子ですか？そう、和菓子も好きです。でもリク和菓子好きなんですけど、粒あんがそんなに得意じゃなくて。粒あん、そうそう。あんこ食べれますか？はい、食べれるけど、それは、甘すぎると思う。甘いので、あったかいお茶と一緒に食べると美味しいです。あ、はい。よし、じゃあ次スネ行きますね。はい。よいしょ。
甘いのはじゃあんまり得意ではない。あ、甘すぎるものはちょっと苦手なんです。おー、甘党ではじゃないんですね。あ、そうかもしれない。辛いもの食べれますか？はい、食べれるけど、食べれる。好きとかではない。普通です。あー、じゃあダメか。名古屋名物に台湾ラーメンがあるんですよ。あ、台湾ラーメン。でも台湾発祥じゃなくて日本発祥のラーメンらしくって、めっちゃ真っ赤っかな辛いラーメンです。なるほど。でも多分辛いの普通な人からしたら食べるのは大変な辛さらしいね。肉は。ああ、そうなんだ。食べられないです。私は食べれると思います。日本の辛いやつは、そんなに辛くない。はい、日本人の味に寄せるから。あ、そっかそっか。嫌いな食べ物は何かありますか？多分カレー。特にパンの中に入ってるカレー。カレー？はい。そうなんだ。ちょっと苦手なんです。リクは好きですか？リク、カレーは好きですけど、辛いのが食べられ、はい、あんまり食べられないので。なるほど。めっちゃ甘口がいいです。はい。この店のお客さん多いですか？ここのお屋敷は、そうですね、お仕事帰りの方がよく来てくださいます。ここはもう本当オフィス街ど真ん中って感じなので、ご帰宅いただく方、はい、結構サラリーマンさんの方が多いんですけど、でも、なるほど。そう、結構普通に、よいしょ、大須の方からわざわざ来ていただくご主人様とか、お嬢様も結構来てくれますよ。ああ、意外と。そうです、そうです。やっぱりご主人様の方が割合が多いんですけど、はい、女性の方も結構来てくださるので嬉しいです。なるほど。はい、確かにここリフレッシュできるな感じ。嬉しいですね。よいしょ。よし、この後ですね、うつ伏せになっていただいてふくらはぎをします。はい、ここでやります。すごいふくらはぎパンパンですね。あ、はい、なんかすごい今日って歩いたりしました？いっぱい。あ、はい、普段は、ランニング。ランニング？はい、ランニングよくしてました。すごい。どれぐらい走るんですか？1回5キロくらい。おお、でも多いな。この筋肉、筋肉パンパンですか？筋肉、そうですね、ふくらはりが張ってるというか。結構じゃあ運動しますね。はい。体を動かすのはじゃあ嫌いじゃない。はい。おお。よいしょ。なんか筋トレとかしたりします？あ、しないです。あ、しない。はい。でもこういうカメラとか持ち運んでるとなんか筋トレになってそうですね。はい、確かに荷物多い、重い。
リコは普段運動しますか？リク普段運動は歩くのはしてます。というか、はい、歩くしかしてないんですけど、はい、1日最低1時間は歩いてますよ。あ、結構歩いてる。唯一の運動です。はい。でもメイドさんたちみんなで一時期筋トレしてたブームがあったんですけど、あ、はい、体力に最近こういう、うん、こういう体力を、うんうん、結構かかります。そうですね、ここめっちゃ体力使うので、はい、体力ないとすぐへにょってなります。はい、アイメイドで一番体力使いそうなリフレが、はい、ストレッチっていうオプションなんですけど、ストレッチ、そうです。あ、ちなみにこの120分のコースの中にも、はい、ストレッチオプション含まれてます。あ、はい、じゃあしてください。はい、ぜひぜひ。え、ハサミさんは体硬いですか？はい。前屈とかできますか？前屈、立って指先が地面につく？あ、はい、私できないです。あ、じゃあストレッチはわーってなっちゃうかもね。あ、そうかもしれない。ま、私の背中は、うん、鉄板みたいな、そんな硬いんですか？言われてる人もある。この後ボディをやるので、はい、その時ちょっと背中の鉄板触るの面白そうですね。まだこっちの方がふくらはぎ柔らかいです。柔らかいですか？はい、左の方すごい張ってたんですけど、うん、なるほど。こっちの方がちょっと、よいしょ。は今まで結構いろんなこういうリフレ、はい、マッサージ系って受けたことある感じですか？ま、マッサージさんは少ないですか？あ、マッサージはそこ、なんか、なんだっけな、電気とか針とか。あ、それは、まだやってないです。リクちゃんは、うんうん、受けたことある？リクは
そんなに数えるほどぐらいですけど、はい、受けたことありますよ。あ、なるほど。最初針を受けた時は、はい、すごい安全ピンみたいな太い針を想像してたので、血が出たらどうしようって思ってたんですけど、あ、はい、受けてみたら本当に細い針で痛くなかったです。あ、はい、私ちょっと、うん、あの細いの針はちょっと苦手なんですよ。折れちゃうかもしれないって感じですか。はい。じゃあ注射はちょっと苦手。そうです。はいはい。大人になると会社とかで、あの、なんだっけな、健康診断とかで注射されないんですか。はい、血液検査みたいな。はい、注射されます。はあ、じゃあ嫌だなって気持ちで我慢して受けるみたいな。はい、しょうがなかったんです。なるほど、なるほど、はい、じゃあこの後ですね、拭き取りのあったかいタオル持ってくるので、はい、はい、この体勢で待っててください。はい、はい、失礼します。見に行きます。はい、あさみさん結構目が悪いんですか。はい、確かに小さい頃から、うん、電子ゲームをめちゃハマってるから、うん、目が悪くなったんだ。はい、じゃあ今はメガネないと歩けなかったりします。うん、あ、歩けるけど、うんうん、ちょっと気持ち悪いかもしれない。リクちゃんの目は全然いいですか。リクも目はそんなにめっちゃでもないかもだけど悪い方です。あの、乱視が強いので、そう、なので裸眼でも歩けるんですけど、はい、歩けるけどでも階段とか段差怖かったりします。階段降りるときに段差があまり見えないので、はい、あ、ちょっとだけ、天使が残念なので、ちょっと距離感がつかめなくて、はい、わーって落ちちゃいます。なるほど。ちょうど裸眼なんですけど、はい、でも
コンタクトつけてはっきり見えちゃうと、はい、逆にリフレができなかったりします。なんか普段と違う感じがして、はい、すごくやりづらいみたいな。なるほど。肩の力は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。了解です。肩を押すたびに今ゴリゴリ言ってますね。面白い。あ、この部分は あまり動かない。うんうん、そうのためなので。うんうん、そうか、あんまり動かないから体固まっちゃったんですね。はい。あれですよ、なんか日本でいう、ラジオ体操ってわかりますか？はい、わかります。うん、日本は結構小学校とか中学校で、はい、体育の授業にラジオ体操みたいなの最初にするんですけど。あ、そうなんですか。あの、曲を再生 しながら体操してる感じですか？そうです、そうです。あ、なので日本人はその曲を聴くと体操ができるらしいです。いいね。私は昔の体操は、ほぼ忘れちゃったんです。あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ動画とかなんか見たらこういうのだったなって思い出したりしますかね。はい、思い出して。動画の編集とかもご自身でやるんですか？はい。あ、すごい。それは肩こりますね。はい、そうです。リクもつい昨日 YouTube に載せる用の動画をちょっと編集してたんですけど。あ、リクちゃんの自分のチャンネルですか？あ、いえいえ、I made の、なんだっけな、公式 LINE とかにこうお知らせする用の動画なので、すごい短い動画なんですけど。公式チャンネル。あ、そう、 I made の公式チャンネル。はい、アイメイドチャンネルって名前で。はい、わかりました。ちょこちょこやってるんですけど。はい、でもリク、その短い動画ですら編集上手じゃないので。はい、肩と首が死にます。あ、はい。どんな感じ、大変ですか？リク自身は慣れ、あまりそういうの得意でもなく。あ、実は私も得意ではない。え、そうなんですか？はい、プロのクリエイターではない。趣味で始めたみたいな感じなんですか？はい、趣味とか、あとは自分への癒し、癒し、おのため。あ、いいですね。はい、でも確かにあんまり得意じゃないけど、アイメイド好きだからアイメイドのこともっと知ってもらいたいなって思って動画撮って編集してってするんですけど。なるほど。でもやっぱり短い動画でも編集難しいなって思います。そうですか。え、どれぐらいかかりますか、編集するのに。何時間かかるみたいな。どこに予定？もし1時間の動画を、こういうのマッサージや、もし会話がちょっと多いから時間がちょっとかかりそうです。あ、静かにしときましょうか。あ、いえ、大丈夫。大丈夫ですか？これいいです。あ、よかった。
てもいい感じ。ああよかったです。アイメイドのメイドさんたちリフレが結構好きなので、はい、空いてる時間によくリフレし合ったりとかするんですよ。あ、自分ですか？あ、そうです、そうです。誰かメイドさんが受けていて、基本的にはその新人さんの研修をするっていう感じなんですけど、はい、その時に手が空いてるメイドさんがたまにリフレを受けてるメイドさんの体でこうやってリフレしてるとか。たまにあります。いいね。受けてるとめっちゃ眠くなっちゃうんですけど、はい、一応研修をしてる手なので、はい、寝ないように必死に頑張ります。はい、早いよ。私も今ちょっとだけ眠い気がする。ちょっと眠い。こういうとこで寝るといびきかいちゃったりします？いびき、あ、私、うんうん、いびきあまりしない。ああ、じゃあ寝てもバレないです。はい、でもやっぱり長いコースを頼まれると眠くなっちゃう人多いですね。ボディが、ボディが結構長いので。はい、リカは結構 YouTube で見てる動画が、はい、なんかこう体の大きい人がひたすらご飯食べてるだけの動画とか見てます。すごいお腹が空いてきます。はい、あとは考察動画っていうアニメとかの、なんかこのシーンはもしかしたらこうなんじゃないかっていう考えてる人が、そうそう、そういうやつとか見てます。声優さん同士が喋ったりとか、はい、始めます。はい、失礼します。はい、このうちでお願いします。足を曲げます。よいしょ。おお、重い。倒します。よし、大回り、外に足を回すので力は抜いていてください。はい、
ことはありますか？あ、去年一回だけ受けてます。あ、じゃあそれ以外、うん、はい。あの、ストレージ専門店に受けてます。はい。あのスタッフさんは全部、うん、運動の制服を着てるです。おお、それ用の確かに。アイメイドのメイド服もオリジナルメイド服で、はい、一応リフレしやすい素材でちょっとお願いして作ってもらったんです。はい。よいしょ。よし、次腰を軽くひねるんですけど、あさみさんは、はい、あの力を抜いている状態でお願いします。はい。はい、あ、さ、先も、力、はい、ちょっと抜いてないかもしれない。ちょっと緊張するとこう体びっくりして、あ、はい、力は入れちゃうの分かるんで大丈夫です。じゃあ軽くひねります。はい、もう一回ひねります。お尻を浮かしていただいて、はい、重いな、大きいな、あ、はい、多分足重い、足も身長も大きいですからね、いい修行になります、はい、じゃあ力抜いていてくださいね、はい、あ、ちょっと痛い、ちょっと痛い、あ、でもだこのくらいでまず耐えられます、まだ耐えれますか、はい、あ、痛い、痛いよいしょ、こうちょっとお山にする感じで上に浮かして、あ、そうです、そうです、よいしょ、まだいけそうですか、はい、よ、じゃあこのくらいで、痛い、痛い、痛い、痛そうだね、そうです、いいよ、よいしょ、よいしょ、これはメイドさんがもういい運動になります、あ、はい、次逆の足します。はい。よいしょ。よっ。
りに回します。はい、リクがストレッチやったご主人様の中でベスト3以上に輝く体の持ち主な気がします。お疲れ様。そうです、あの体の大きさとか重さとかがすごく、はいはい、リクもまだまだ修行が足りん気がしてきた。よし、はい、頑張ります頑張ります、はい。じゃあ腰を軽くひねります。はい、もう一回ひねります。はい、はい、まだいけますか？はい、ちょっとだけいけます。じゃあこのくらいで、うん、あ、痛い。おー、痛そうだけどやめない。そうです。よいしょ。じゃあこちらもまたちょっと曲げていただいて、はい、はい、オプションの耳かき耳つぼは耳かきなしで大丈夫でしたか？はい、大丈夫です。かしこまりました。横に、ま、マッサージすると体のマッサージするときは、うんうん、座る体勢で、うん、あ、座る体勢なんですね。はい、それはそのとかはまだ編集中なんです。あ、そうなんです。あ、ネタバレ聞いちゃった。はい、じゃあちょっと動画楽しみにしてますね。はい、
アイメイドは、メイドも膝枕ですか？アイメイドは膝枕はないですね。普通にこうやってベッドに寝ていただいて、横に向いていただくって感じです。はい。でも膝枕は足しびれちゃわないかが心配です。ああ、そうです。ずっと正座なんですか？その浴衣のお姉さんとか。正座。正座、座る姿勢が、はい、あれなんて言うんだろう。こう足を、ん？お姉さんはどうやって座ってるんですか？お姉さんは、膝枕してくれるお姉さんの足？お姉さんは多分。多分土下座のような姿勢で、はいはいはい、でその太もも上に頭乗せて寝るって感じですか？はい。おお、サミさんはそのポーズできますか？あ、その座り方、ね、そのポーズ、うん、そうそう、多分私は長い時間と足をしびれちゃう、うんうんしびれちゃう、はい、リクちゃんはリクは、リクもしびれやすいけど、はい、よくそのポー座り方してました、子供の時とか。あ、今でも椅子の上でたまにその座り方しちゃいます。あ、そうですか。そう、癖ですね、子供の時の。痛くないですか？少しだけ、少しだけ。じゃあこれぐらいでやっていきます。はい。食べれそう。お昼ご飯はリクいつもバラバラなんで、はい、アイメイドに来て空いてる時間にズボーって口に入れます。なのでまあ今日も早かったら1時2時とかですかね。はい、外食食ですか？いや、アイメイドで食べることが多いです。ご飯買ってきてアイメイドで食べてお使いする。あ、でもたまにメイドさんたちとランチ行ったりもしますよ。あ、いいね。そう、最近も伏見この近くにおにぎり専門店があって。にぎ、はい、おにぎり、おにぎりは食べたことありますか？あります。おお、そのおにぎり専門のカフェがあったので。あ、なるほど。そこでメイドさんとランチしました。はい、やっぱりわさびは海鮮に相性が、うんうん、美味しさ増しますよね。そうそう、お寿司だと何皿ぐらい食べれますか？うん、普段は数えない。うんうん、数え、たぶん柔軟、いっぱい食べれますね。はい、うん、リクちゃんは何皿？リクはね、お皿というかお寿司7つぐらいしか食べられない。7つぐらい、そう、はい、食べてサイドメニューとか食べちゃいます。あの、はい、茶碗蒸しとか。あ、茶碗蒸し美味しいですね。美味しい。そういうのばっか食べてるとお寿司全然入らないです。はい、フェイスリフでは受けたことありました？うん、あまりないです。お、あまりない、ね、ここ、はい、この前あの、うんうん、あ、サロンにメンズ、あ、いえ、メンズサロン？あ、メンズサロンではない、あの、フェイシャルマッサージを受けたことがあります。おお、それは
なんかタオルの上からとかじゃなくてオイルとか？はい、オイルをつけて。お肌すべすべになっちゃうやつだ。はい。あ、痛くなかったですか？それは。痛くないです。おお。気持ちよさそうだな。はい、今のは多分違うの。うん、体験したことないです。ブチお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。これで120分終了とさせていただきます。はい。